の英雄伝説クロノキ奇数実況プレイパート120にやっていきましょう。前回なんか連戦がありまして、多分前半戦終了っていう感じなのかな。で、後半戦にさせかかって、今回の歪みの、中心だと考えられているコーディ順位とね、対峙することになりまして、実際そうなんだなーっていうのを前回ね、目撃したところだったんですけども、今回は、この順位との戦いということで、また改めてパーティー組み直して挑むことになったみたいです。あ、でもなんか回復してくれてるというか、多分、あれだな、多分こっちで戦ったからちょっと余裕ができた感じかな。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。かかってきな。クラムハートに組みするなら、貴様らも。こんなもんかな。うわあ、ちゃんとあるね。悪いが一気に逃がしてもらう。そこだ。まだまだ先長そうなんでね。霊月一閃。ジーンのシャード隊まで作られてんだからこれで終わるわけなかろう。ブーストゲージが増えたぞ。よしとか。出番だ。カトル。この調子でいきましょう。ラプラスコード起動。アニエスさん、これでいいかな。ドライブ開始。アニエスさん、センサー、ここだ。よし、せっかくこのターンクリティカルなんで、スタンダー頼む。アリエス足りねえやポイント。やっそれ、ここだ。カタル君、やっやっ、今です。シズナさん、了解だ。終わりだ。これ終わるとはねえか。あ、わったかな。オッケー。よしよし。まだだ。注意。先に行ってください。まだ切り札もある。ここは任せろ。わかった。よろしく頼む。そうだ。いつまでもこんなところにいるわけには。待ちやがれ。あの人を逃がすわけには。うわ、え？気候兵？いや、アサルトフレームってやつか。形勢逆転だ。次こそ貴様らを確実に無力化する。サルトフレーム、これも2機なんて。第2中東の力持ち出された機体か。先ほどのセンサー以上に厄介な相手だ。なるほど、これは歯応えがありそうだね。今回も駆動系を狙うしかねえ。うまいこと連携して仕留めるぞ。アサルトフレーム、ザイクレス。なるほど。状況開始であれば、ちょっとこっちは温存のため、あとは任せた。新登場だ。
センサー良好、制圧する。火山くそ燃えるね。そろそろ下がろうかな。任せてちょうだい。どんどん行こう。速攻よ。ハハッ、アーロン君派手に決めるぜ。はっ、せい、はっ、舞い上がれ。ほー、出番だ、カトル。はい、あとは頼んだよ。引き受けました。このまま攻めるわよ。ごきげんよ。切り刻め。アニアスさん、あとはお願いします。主役の出番ね。ゲンヤに勝てるわ。舞台の幕を開けるわよ。ゴー、グリムキャッツ。チャンスよ。輝ける翼よ。はぁ、ナイツオブアスカリア。エンドゲージ。わ、ジュディスさん、デバフされてんのか。目に物を見せろ。いつでも行けるわ。アルクあるなぁ。ダセーな。くらいなさい。ジュディスさん、ん、あ、このしてる。負けられない。待てよ。これが共和国の新たな力だ。やっ悪くねえ。このちょっとやばいかしら。重たいっすね。バトンタッチよ。僕に任せて。ラプラスコード起動。よし、負けません。ありがとう。悪くねえ。返り討ちだ。遊びは終わりだ。これが共和国の新たな力だ。ピピないかな。どんどん行こう。甘い。行けや、オークレル。フルブレスト全力だよ。決まれ、速攻よ。ハッチュッハッザン。効かないわ。バリアさえ張れれば結構いけるな。
そこまでだ。ラプラスコード起動。ちょい。いけい。炎よ。私に力を。やあ。とどめです。イグニス。ランページ。ああ、ちょっと。あ、オッケー。うん。レベルアップだ。まだまだ。精進あるのみよ。思ったよりしんどいじゃない。飲食で駆動系の断裂を強引につなぎ合わせて、何それ、反則じゃない。こうなると、そのものを中波レベルで破壊するしかありません。あ、サオか。この不術はあいつらにしちゃ意外と遅いじゃねえかよ。起動兵器を弟にばかり注目が集まっているようですが、単身でとはいかないものの、せめて私もこのくらいは。さすがは博覧竜、なかなか見せてくれるじゃないか。サオにギエンのじいさん、それにアシェンまで来てやがるのか。そのふってことは、さっき AF の動きを封じたのは。ええ、私よ。パパから一通り仕込まれているわ。それにルーケ代表の一人として、もはや覚悟も決まっているから。ふん、我が孫も一皮むけたようでな。主らにも改めて礼を言おう。どうもあれ、こたびの謀反は秩序を重んずる我らとしても望ましいことではない。新たな一歩を踏み出せた今こそ、あるべき兵ゆえの務めを果たそうぞ。ほどなく新手も来よう。主らは先を急ぐがいい。手勢は十分ゆえ、心配は無用だ。そうであろう、サオリー名代。なるほど、要は新体制のお披露目ってか。ええ、晴れてリーケも長老会の一員として迎え入れられ、改めてルーケとも友誼を結ばせていただきましたのでね。アシェン様が決断されたこの戦いを盟友として支えるべく参上した次第です。ええ、これからはルーケとリーケとして改めてお互いの手を取り合っていく、そういうことだから、ここは私たちに、兵友へニケに預けてもらうわ。ならお言葉に甘えさせてもらうぜ。おとといの貸しの分だ。これでお互い貸し借りなしだぜ。あとは頼むぜ、アシェンにじいさん。でもってリーケの名代さんよ。よし。おお、存外早く来よったな。さすが
かの者たちが采配を振るだけはある。行かせない。アーロンたちのためにも。さてせっかくの機会です。ようやく掴み取ったリーケの誉れ、共に存分に示すとしましょうか、フェン。兄者愛分かった。せいぜいついてきてもらおうか。この俺に闘志を押し付けた以上、失望させてくれるなよ。おお、なんという熱い戦い、そしてなんと燃えるドラマじゃ。圧力を超えた者たちが手を取り合い、強大な敵に挑んでいくカタルシス。これじゃ、この熱さにエロス、それが合わされば最高傑作間違いなしじゃ。なぜそこでエロス。いやいや、そんな場合じゃない。とにかく避難を。で、どちらに逃げればいいんだ。 CEO 解任と島の異変に続いて、女神よ、私が一体何をしたというんだ。なんか確かに、なんかなんだろうね。考えてみたら、なんかな、まあ、なんかやってたような気もするけど。やるか。何もしなかったからか。なんとかしのいだか。結構食らってんね。警部さん、しっかりしてください。肩と左腕に止血をしなくては。じっとしててください。すぐに応急手当てします。ああ、助かる。妻と娘のため、不敵な部下のためにも踏ん張らないわけにはいかないんでな。さて、もはや大統領府は目と鼻の先ですが。ええ、私自身に執着しているせいか、あちらを抑える発想に至らないようだ。なんとかここを突破してたどり着ければ、牢事をするのに十分な備えも。下がりたまえ。お、来た。なんという身のこなし。それにこの二人は確か。あなた方がクーデターを動かしているというのは本当だったんですね。断りに至る達人たち、満を持して直接出向いてきたか。タイト流の王殿者たち。なるほど、抵抗しても無駄のようだね。的確なご判断、恐れ入ります。閣下、こちらも本意じゃないんですがね。これ以上の巻き添えも無意味でしょう。幕引きに協力しちゃくれませんかね。な、何をわけのわからんこと。ギルドの重鎮のあんたと CID 室長が一体何を血迷ってこんな。計画の狙いはあくまで私自身、その認識で間違いはなさそうだな。ならば連れて行きたまえ。代わりに他の者には手を出さぬように。大統領、迂闊に従っては危険です。この異常な気配とシャードの喉、操られて、いや、もしや別人。まさかアニエスちゃんたちが追ってる赤黒い獣とその黒幕が。そんなところだろう。そしてこれ以上君たちを付き合わせるわけにはいかない。察するに目的地は我々と同じ。幕引きの主役が来るのを待つというところかな。お察しの通りです。たく、ギルドの S 級あたりに推薦させてもらいたいくらいですが、それじゃご同道願いましょうか。待ってください。こんな歪んだおかしなクーデター、とても認められるものじゃないですけど、それでも今この場にいる唯一の記者として見届けないわけにはいきません。真実を見極めるためにも、尊敬するあの人に胸を張るためにも。マリエル君、去年亡くなったっていう。
ですからどうか私も連れて行ってください。お父さん、それにマリエル様で、きっと足遅かったか。バンテージは目前です。今からでも決して手遅れには。とりあえず落ち着け、アニエス。親父その肝の据わりを見ただろう。簡単にやられる弾じゃねえ。はい、そうですよね。お父さんならきっと気休めっぽいが、確かにその通りだな。始末するならあの場でできただろう。あくまで主役にやらせるためにこのクーデターは段取られているらしい。主役、例のコーディ順位ね。先にバンテイに向かってたけど、そろそろ到着する頃なんじゃない。ああ、こちらも到着次第。皆さん、前方に何かが。あれは、かつてない規模の侵食か。これは、途中の映画がバンテイ地区に収束している。もはや一刻の猶予もない。到着次第、状況を開始するぞ。言われるまでもね。いよいよ山田だ。お前ら、落とし前も含めて、一気に蹴りをつけるぞ。少し前。何のつもりかな。我々にもまだ用があるとでも。コーディさん、これ以上の暴挙はやめてください。我々はともかく、殿下と彼女は外国人だ。国際問題になりたくはないだろう。別に大はありませんよ。そこでおとなしくしてくれていれば結構。いよいよ断罪の時が近づいている。土壇場で邪魔されたくないだけです。貴様、やっぱりこんな時に彼らだったら。しっかり見張れ。少しでも勝手な動きはさせないように。いっそ。ああそうだ、今こそ覚悟を決める時。父さんと閣下の仇を取るためにも、カルバードを悪夢から覚ますためにも。